では続いては地球温暖化が進むとどのような影響が出るのか、こちらの映像をご覧ください。地球を覆う雪や氷、地球温暖化が進み、これまでにない速さで溶けています。白い部分は北極の海の氷です。2002年9月、日本の面積のおよそ15倍、570万平方キロメートルほどありました。10年後の2012年には日本の面積の6倍の氷が溶けてしまいました。陸地を覆う氷も多く失われています。大陸の氷から溶け出す水は海に流れ込み、海水の量を増やしています。白い氷や雪は太陽の熱や光を反射します。氷や雪がなくなると、さらに多くの太陽の熱が陸地や海に吸収され、地球の温度がますます高くなってしまうのではないかと心配されています。海も地球温暖化によって温度が上がっています。暖かくなることで海の水が膨らむと、海の高さが高くなります。氷が溶けたり海が温まることで、海の高さはこれまでの110年間でおよそ19センチも高くなりました。海の高さが高くなると、東京など海に近い町では洪水や高潮の危険が増えます。例えば海の高さが80センチ高くなって、これまでになかったような強さの台風が来た場合、東京湾沿岸では山手線の内側の3分の2に当たる広さが水に浸かり、被害を受ける人は21万人に上ると予想されています。海は熱だけでなく二酸化炭素も吸収しています。その結果、海は酸性化し、生き物が暮らしにくい環境に変わってきています。さらに海の温度が高くなることで、たくさんの生き物が暮らすサンゴ礁が世界各地で失われています。地球温暖化は大雨や猛暑などの異常気象が起こりやすくなる原因の一つです。日本では最近35度を超える暑い日が増えています。2013年の夏、全国143カ所でこれまでで最も高い気温を記録しました。高知県四万十市では気温が41度まで上がり、日本の最高気温を記録しました。2003年、ヨーロッパではこれまでにない暑い夏になりました。お年寄りを中心に7万人以上が犠牲になったと言われています。激しい雨も増えています。狭い範囲で集中的に降る大雨は、私たちの暮らしに大きな影響を与えています。地球温暖化というと気温が高くなることだけをイメージしてしまいがちですが、それだけではありません。例えばあるところでは雨の降り方が極端になったり、またあるところでは乾燥傾向になったり、さらには海面上昇といった海の変化など、気候へのさまざまな変化が環境に悪影響を及ぼすと考えられています。それでは国内ですでに起きている影響、これからもたらされる可能性のある影響について見ていきましょう。まずすでに起きている影響から見ていきます。暑さです。1日の最高気温が35度以上の日を猛暑日と呼んでいます。日本では猛暑日が増加をしています。特に1990年代半ばからは大きく増加をしています。次に植物への影響も起きています。左側が桜の開花日、そして右側が紅葉日の変化です。桜の開花は10年あたりで1日早くなっています。
また秋の紅葉は10年あたりでおよそ3日遅くなっています。10年で3日と言いますと、50年で考えるとおよそ15日、現在60代の方であれば子どもの頃より半月ぐらい紅葉日が遅くなっているということになります。そして海の生物にも影響が現れています。サンゴです。サンゴは魚の住処となっていたり、台風の時に高波の力を弱めてくれたりと様々な役割を果たしていますが、日本ではサンゴが白くなる白化や藻場の消失が確認されています。続いて食料生産への影響です。日本では夏の高温により米の内部が白く濁ったり、米が割れるなどの品質低下が報告されています。またリンゴは秋に色づきますが、その時期に高温になると色づきが悪くなったり遅くなったりします。収穫する時期は色の程度で決めますので、収穫が遅れているということです。続いて海面上昇についてです。IPCC 第6次評価報告書によりますと、海面上昇は2100年には50センチから最大1メートルに達すると言われています。こちらの図は大阪湾、伊勢湾、東京湾の0メートル地帯を予測したものです。赤が現状の0メートル地帯の面積で、仮に平均海面水位がおよそ60センチ上昇した場合は、黄色のエリアが加わって面積は今の 1.5 倍に広がると予測されています。また21世紀末の三重県の気候はこのように変化すると予測されています。年平均気温が現在より4度上昇し、津市の年平均気温は現在の種子島と同程度になります。35度以上の猛暑日が現在よりおよそ40日増加。真夏日、夏日、熱帯夜はいずれもおよそ60日増加。そして雨は1時間に50ミリ以上の滝のように降る雨の発生が現在のおよそ2倍程度になります。一方で雨の降らない日も増えます。このように極端な現象になると予測がされています。